はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では今回はですね、トゥルーエンドを、見ていきたいと思います。で、場面はですね、とりあえずなんだっけ、もう名前忘れちゃったけど、ラスボスを倒して、みんなのダーナの記憶がなくなって、北部に集結したところですね。で、ここからリトルパロが出てきて、大地の女神なんだっけなんちゃらが登場するシーンから始めていきたいと思います。まあ、途中までの下りはね一緒なんで、まあ、イベントはカットしないで見ていきましょう。綺麗な場所だとは思うが、特に何もないな。でも、不思議ですね。何もないのに懐かしい気持ちになるのはなぜでしょう。お、パロじゃねえか。ひょっとしてお前もここが気になるのか。どうしたのでしょう。いつもと様子が違うようですが。アドル・クリスティン、よくぞここまで来ました。他の者も我が承知によくぞ降りてくれました。その喋り方、今度は一体誰のモノマネだ。これは一体人の所業とは思えんが。パロのやつ、一体どうしまったんだ。失われし世界の記憶を今一度あなたたちのもとに。頭の中に流れ込んでくるこの記憶は。どうして今まで忘れていたのでしょう。かけがえない友人の存在を、ダーナさんと共に過ごした日々を。すでに存在しない記憶ですが、ひとまず復元させてもらいました。復元って、あなたは一体。私の名はマイア。かつて大地が生まれし時代に始まりの大樹を創造した神です。神様だと？マイア、どこかで
聞いた名だが。確か森人であるヒドラさんの話に出てきました。第一神マイヤ、大樹と共に進化という秩序を作り出した女神ですが、ヒドラさんの時代に姿を消したと聞いていましたが。その神様がどうして今ここに？夢を見ていました。進化によって移ろう、果てなく続く絵物語のような夢を。それはとても心地の良い夢ですが、宣告、私はその夢から目覚め、それによって世界が滅びたのです。え？どういうことだ。この地のあらゆる事象、出来事は私がまどろみの中で見る夢そのもの。地上のあらゆる種の営みも、そしてラクリモサですら、私が目覚めれば夢が終わりを迎えるのは当然です。そんなことが。それでは俺たちのことも全てあんたの夢だというのか？しかもそれが終わったなんて。もしかしてあの時、テオス・デ・エンドログラム。そう、進化の根源たる力が停止したことで私は目覚めました。それじゃあリコッタたちが世界を滅ぼしたのか？でもそうだとしたら、今いるこの世界は一体？ここは私が新たに再構成した世界です。あなたたちは確かに以前の世界に終末をもたらしました。あのエタニアの娘に導かれて、彼女は世界が私の夢であることに気づいていました。そして私を目覚めさせることでラクリモサを阻止したのです。まあ、ここは前回と違う、ラクリモサは止まったのかにしましょう。待ってくれ。まあ、別にどっちでもいいんですけどね。止まったというより、私の目覚めにより一旦消滅したと言うべきでしょうか。ただダーナはその代償として自身の存在を失いました。彼女はテオス・デ・エンドログラムの代わりとして自分を差し出したのです。存在を失った、消えちまったってことか？自らが持つ力とミストルティンに宿った想念の力、彼女は相反する二つの力の作用により、新たな進化の概念へ昇華したのです。そのおかげで私は崩壊しかけた世界を再構成することができました。ダーナさんはそこまで考えて？いえ、全て理解しての行動ではなく、彼女も無我夢中だったようです。ただその神にも近い所業は
彼女から自身の存在を奪いました。新たなこの世界で彼女は概念でしかなく、過去にすら存在していないのです。それで俺たちは彼女のことを忘れてしまったのか。もう旦那姉に会えないのか。リコッタちゃん、くそ、そんなのってありかよ。わかった、ありがとう。別れが待っているとしても、笑ってその時を迎えるため、私は自分の言葉で別れを告げたい。僕にはまだやるべきことがある。いや、これにしとこう。やるべきことですか。勇ましき人の子、アドル・クリスティンよ。それでもあなたは彼女のダーナを探すつもりですね。アドルに。このような未曾有の事態を招くと思いませんでしたが、あなたとダーナが紡ぐ夢はなかなか心地の良いものでした。今回世界を再構成したのもあなたたちを見たいと思ったから。彼女を探すのであれば私も少しだけ力を貸しましょう。始まりの深淵、そこへ至る扉を開きました。もしダーナに会いたいのであれば、ここを突破することです。ダーナ姉はそこにいるのか。アドルに、リコッタ連れて行け。もちろん私も参ります。朝の体操を忘れて体のキレが悪いと思っていたところだ。俺も行かせてもらうぞ。よっしゃアドル、とっととダーナに会いに行こうぜ。始まりの深淵、ここはダンジョンがちょっと続きますね。戦闘も普通に起こります。ここが始まりの深淵とかいう場所か。薄暗いですね。周囲は古代の植物に覆われているようですが、奥に光見える。あそこを目指せばいい。ダーナさんに会うためです。参りましょう。でね、アトルも剣なんだけどね、これちょっと鍛えてないんだよね。ラッキーですね。で、双剣ミストルティンになったじゃないですか。で、その後って鍛えらんないんですよ。で、鍛えらんないんで、結局ここに来た時も前の剣のままっていうね、ちょっと邪悪な感じの剣のままなところが心残りですか。まあ全然強いんでいいでしょう。マイヤの夢、ぬ
アトルにもあれですね、あの必殺技が強くなるやつを装備させてますと。でこれはどっちから行ってもいいんだよね多分。痛い。あ、そうだリコッタちゃんになってない。リコッタちゃんにしようか。で先へ進んでいきましょう。大樹の喪失。なんかすげえ魂みたいな感じがするよねこれ。そして謎のオブジェクトが。これはなんか竜の赤ちゃんみたいな、そんな感じだよね。で普通に戦闘態勢に入ると。でこれね、その本体を狙うんじゃなくて周りに出てくる敵を倒すと本体にダメージが入るってね、そういうシステムなんだよね。最初全然あれで普通にね大技をこいつに叩き込んだんだけど、あれ効かないみたいなで今攻撃しても全然効かないんですよ。この状態でやってもね当たらないんですよ。痛い。でダメージは何だろうね、倒した敵によって変わるのかな。ごっつい敵を倒した方がダメージがいっぱい入るのか、ちょっとそこはよくわかんないですけど、5000くらい入る時もあるんだよね。おお、なっでかいやつが来たか。飛ばされた。やばい、あれが使えない。そう、あれ食べよう。真心ボロネーゼ作ってきたんだ。おら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 。真心ボロネーゼはね回復していくからね。あとはもうこのスキル技を打ち放題アドルはね範囲が広いっていうのがいいよね。すげえ連続で打てる完全チート技だよな。真心ボロネーゼ使ってればあれだね、 SP2 分の1とかやんなくても間に合うかな多分。まあこれ自体が20しか消耗しないから、いったカマキリいってる。あ、おらおらおらやばい、こいつは硬いか。そんなのお構いなし。5000、ほい。痛い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 。これで終わるかな。よし。で最終的にはこいつとも戦うんで、こいつっていうか何なんだろうね、食われるんだけどまあ食われるっていうか融合するっていうか、そんな感じ。万物の根源、始まりの命。アドルの剣強化しとけばよかったな。夜が明けた。ゴリ押せこれでゴリ押そう。ほら、いけいけ。あ、間に合わないか。やっぱりさすがに連発はずーっとやってんのは無理か。それでも早いよな。
信用紙使おう。あ、この殴りだな。早い早い早い。めっちゃ強いんだけど。あ、もう溜まってるか。一瞬で溜まるね。こいつね、倒すのにね、結構かかったんですよ。ヒットポイントが高くてね、本体自体は弱いんですけど。うおー、ちょっと待って、よし、オッケー。早かった。真心ボロネーゼの威力は半端ないな。さて、戻ってきましたよと。あれ、ここはどうやら元いた場所のようだが。戻ってきたようですね。どうなっているのです？ターナさんに会えるはずでは。だ、騙しやがったのか。先に伝えた通り、彼女は概念であるがゆえに存在はありません。しかし、いつでもどこにでもいるのです。紹介しましょう。新たに我が眷属に加わった進化の女神ダーナです。なんだと。女神だって。ダーナさん、ダーナね、ダーナね。ダーナさん、やっとお会いできました。リコッタちゃん、ラクシャさん。ダーナね、なんでかくれんぼしてた？ごめんね。始まりの命に触れないともうみんなに認識してもらえないみたいで。どうやら随分と世話になってしまったようだ。借りは必ず返すのがトラバルト家の掟だが、どうも借りが大きすぎるようだな。ヒュンメルさん、まったくだぜ。なんて礼を言えばいいのやら。とにかくダーナのおかげでグリーク地方は救われたってわけだ。サハダさん、アドルさん、心配したよ。ここは気遣ってあげましょう。ごめんね。あの時は無我夢中で、気づいたらこんな姿になっていて。でもこうしてあなたに会うことができてよかった。私が夢に見た現初の世界において、生まれたての大地は変化のない退屈な世界でした。それゆえに私は選択と淘汰を司り、進化を促す木を作り出しました。
それが始まりの大樹。あのヒドラとかいう森人に聞いた通りだな。ええ、進化の輪廻が紡ぐ夢はとても心地よいものでしたが、移ろいあらばおのずと歪みや淀みを生じるのも必定です。アドルとダーナ、二人が予期せぬ縁の糸で結びついたのもそうした歪みの一つなのです。それがまさか私が目覚めるほどの世界のほころびになるなんて。あなたは今後どうなるんだ、どうするんだか。私はこの後再び長い眠りにつきます。私が夢を見続ける限り、いつか再びラクリモサは訪れるでしょう。ただ今後ラクリモサは進化の女神に委ねられます。ダーナ姉に？ダーナはラクリモサにずっと苦しんできたわけだろ。それなのに今度はそいつを任されるなんてしんどくねえか？実は自信はないかな。だから今度は一人じゃなくて手伝ってもらおうかなって。皆さん、その節はお世話になりました。サライさん、それに進化の森人たちか。ええ、私たちは今回のことで森人の任を解かれました。今後はダーナさんの下で進化の管理を補佐することになります。地上で暮らす者たちのこと、我々も少しは分かっているつもりです。時代の状況に応じて少しでも適切にラクリモサを扱えるのなら、進化は地上をより良い方向に導けるのかもしれません。よく分からんが、今後はダーナやあんたたちがラクリモサを呼ぶってことか？うん、だがよくよく心することじゃ。地上が早々に乱れるようなら、今後はその時期を早めることもあろう。わしらがいつでも目を光らせて見守ってるということだ。世界を守るためにはわしらも躊躇するわけにはいかんなあ、ダーナ様。うん、それがマイヤ様から与えられた条件だからね。こいつは油断ならなそうだな。ええ、私たちもしっかり生きていかなくては。ダーナさんや森人の皆さんにがっかりされたくありませんし。きっと大丈夫、楽観主義でいこう。俺たちにできる最善を尽くして生きてみせよう。ああ、ダーナ、そろそろどうやら私が再び眠りにつく時が近づいているようです。あ、はい。アドルさん、それでは最後に約束を果たさせてください。約束？あの時
れが来ることは分かってた。だからせめて自分自身の言葉でお別れを言おうって。聞かせてほしい。あ改まるとちょっと恥ずかしいね。アドルさんはここへ来てから私のことを知ったと思うけど、私はずっと昔からアドルさんのことを知ってたよ。地上にたった一人残されて絶望にとらわれそうになる中で、アドルさんやみんなの生きる姿に私はどれほど励まされたんだろう。ずっと私を励ましてくれてありがとう。仲間として私に接してくれてありがとう。それとね、最後に私を見つけてくれてありがとう。君のことはずっと忘れない。忘れないよ。アドルさん、私も忘れないよ。よかった。これで約束を果たせたね。ダーナさん。ダーナに。世話になった。ありがとうよ。みんな。名残惜しいけど。これで本当にお別れだね。ありがとう。さようなら。1週間後、天気は良好、海の状態も悪くなさそうだな。これならひとまず精錬島から脱出はできるんじゃないか。スニオン港への航路もおそらく問題はないと思うぜ。まさかこの日を本当に迎えることができるとは。こうして振り返ると長いようで短い漂流生活じゃったの。じいさんはわしらより島の生活が長かったからな。感慨もひとしおってところか。まあな。じゃがこれで本業の探検家も再開できるわけじゃ。どれ、最後じゃし、そのあたりを散歩でもしてくるかの。おお、気をつけてな。さて、道義が荷物の点検を終え次第執行ってことだが、まだしばらくは時間がありそうだな。アドルもやり残したことや忘れ物がないか確認してこいよ。よし行こう。荷物の点検が終わったらいよいよ執行だ。アドル、ちょいと雰囲気が変わったよな。長い話になるよ。まあ
中にカーラン教がいるね。こいつはもう準備 OK。 あ、ピッカードもいるじゃん。よし、出港である。家畜が同席している。懐いているのか。この中には入れない。じゃあちょっと町を見て回りますか。町というか村。風向きよし。よし。いや、みんな出港出港って言ってるけど、ちょっと待って。さあ、シスタニアちゃん。アドルさん。こんな時でも神に感謝しているのか。あとこっちは落車とか。あやすのが上手になりました。あー、ダーナのことは覚えてないのか。そうですね。ええ。で、こいつらは？アドルさん。最初は主人もいなくて心細い毎日。これあれだね、なんか助けた人たちによってそりゃ変わるか。絶対助ける人と別に助けなくてもそのまま残る人とかね。たまったんだけど、こいつとかだってさ、忘れ去られる可能性かなり高くないか。剣を振らないかい。多分ね、全員助け出してるとは思うんですよ。漏れはねないと思います。スニオン湖、グリーク地方の港町。あとはいつもの場所にいるね。ミラルダちゃん、手料理を食いたい。うんうん、食べることには困らせない。てか、ここに食材すんげえいっぱい置いてきてんじゃん。これ持ってかなくていいの？ここら辺にあるやつとかさ。じゃあ、やれやれ。エアラン、こいつらは置いていくしかない。まあしょうがないよね。同僚の弔い。てかさ、もう別に呪われし島じゃないからさ、ここへの航路を切り開いてもいいんじゃないかな。ここでの商売も引き上げ。目にゴミが入っただけ。多少のものは持ってきそうだけどね、こういう小さいやつだったら。まあこっちには多分行けないから、中に入ってみる。進化の女神。羊さん、美味しいお茶でも出しましょう。ここの居住区はずっと残されるのかね。こっちの方には誰もいないね。ロンバルディア2世号なんだ。そのまんまだな。もったいないよね、こういうの。ていうかさ、こいつヒーロカネのさ、防具を作って大切なものを見つけたみたいなことを言ってたけどさ、その記憶ないんでしょ。うん、
うん、この地に帰ってくること自体はもう大丈夫だと思うんだよね。先輩、行ってくる。いつでも店員で会えると思ってた。そう、船に乗ったら店員は使えないんだよ。てか師匠は？先輩の言いつけって何？泣くなってこと？てかハシビロコウの方がさ寿命短いでしょ。どう考えてもすぐ戻ってこないと。じゃあ畑の方に行きますか。最後の水やり。苗は残しとくからこのまま自生すると思うって本当かよ。うん、農作物は最後に取っていきたかったけどね。ないね。じゃあこっちへ行きましょう。ここの薬草にはずいぶんお世話になりました。で、クイナ。よし、これでとりあえず全部見て回った。他になんか抜け落ちてる人今のところあんまり思い浮かばないけど、大丈夫か。まあ別に船には全員乗るからね。あ、あれだ、演奏家の人どこ行った。演奏家の人上とか行ったらもうちょっとめんどくさいな、行くのは。ヒュンメルがいる。ヒュンメルが裏社会の運び屋。俺は孤独を愛する人間であり、それは今でも変わっていないだろう。何かが溢れ出るような気持ちになる。やれやれ、ありがとう。さて、演奏家とか上とかめんどくさいからいいや。どこにいるか分かんないけど、外にはさすがに出れない人だって。うん、それはさすがに無理だよね。よし、じゃあもういっか。エクストラゲージを貯めるコツ。今さら。こっちの方にもいないし、あ、上にいるのか。上をジャンプできねえ。あ、そっか、上はあれか、剣士の人か。もういいや。あ、こいつに話すの。船を出す。もう一緒。他の漂流者たちを乗せちまおう。乗ってるね。演奏家の人。
あれ、カーラン教のおっさんもともと乗ってたじゃん、なんで一回降りたんだ。まだなんか心残りがあったのか。よし、アドル、あとはお前たちが乗り込むだけだぜ。じゃあわしらも行くとするか。ギョイ。どうした、ジョーちゃん。いえ、あまりに多くのことがここであったからでしょうか。脱出できることはとても嬉しいはずなのに。わかる気はするぜ。ここでの出来事は一生忘れられるようなもんじゃねえ。お前さんたちと過ごした時間はわしにとっちゃ宝物みたいなもんだ。リコッタも絶対忘れない。運び屋としても大いに意義がある日々だったことは認めよう。アドルよ、寄せ集めのわしらがこうして今日を迎えられたのはダーナが導き、そしてお前さんがわしらを引っ張ってくれたおかげだ。本当にありがとうよ。リコッタが父上と再会できたのもアドル兄と会えたからだな。今回の運びを完遂できたのもアドルのおかげと言えるな。あなたのことだからすぐに次の冒険へ旅立つのでしょうけど、できることならいつかまたどこかでお会いしましょう。その時に胸を張って再会できるよう、私も立派な女性になってみせます。楽しみにしてるよ。あ、ええ、頑張ります。本当にありがとうございました。よし、それじゃあ出港と行こうぜ。ヒュンメル・トラパルト。おお、ロムン帝国へ帰国後も細々と裏社会の運び屋を営む。仕事を通じて知り合ったとある貴族令嬢が彼に求婚を申し出たこともあったようだが、彼はこれを誇示して自分の育った孤児院を切り盛りしつつ運び屋を続けているという。リコッタ・ベルダイン。セイレン島から脱出した後に岐阜、タナトスと世界を巡る旅に出る。やがてロムン帝国とアルタコ公国が和平を結び、航路の安全が確保されると、当時暗黒大陸と呼ばれたアフロカ中央部を目指していたらしいが、その後の消息は分かっていない。サハド・ノートラス。故郷クレテ島に戻り、最愛の妻子と無事に再会。その後も平穏な生活を送ったとされるが、詳しいことは分かっていない。ただこの島で事故に遭った旅行者がやたらと大声で笑う、巨漢の漁師に助けられたという記録のみが残っている。学者フォン・ロズウェル。留学先であるグリアのアカデミアで、ジップと再会を果たす。その後古代史の研究に打ち込みつつも、ロズウェル家の復興に尽力。貴族でありつつ古代史研究の権威として社交界と学会で読めなかった注目を集めた的な。アドル・クリスティン。グリークで漂流者たちと別れた後の足跡ははっきりと分かっていない。断片的な情報をつなぎ合わせると、しばらくグリークに滞在した後、西方へ向かったことが分かっている。今後彼の世紀から発見された100冊にも上る冒険日誌の公開が待たれるところである。
これは？でスタッフロールが流れる感じか。ここら辺は一緒ですね。
はい、というところでイース8、トゥルーエンドも見ることができましたので、じゃあこれで本当に、最後になるかな。では、イース8はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の作品でお会いしましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。